ふふん。審問の時間だぞ。私の質問には迅速に答えよ。沈黙は問答無用で肯定と捉える。わかったな。尋ねるのはお前の罪について。昨日の深夜、台所のみかんを取ったのはお前だな。証拠はある。みかんはお前の大好物だろう。自己紹介帳に書いてあったぞ。 QED、 さっさと認めて楽になるんだ。ふふん。審問の時間だぞ。私の質問には正直に答えよ。お前は密かに恋心を抱いているな。この気空団の誰かにときめいている。その誰かも分かっているぞ。お前の視線が全て物語っている。 QED、 さっさと認めて楽になるんだ。ふふん。審問の時間だぞ。尋ねるのはお前の嘘について。先日の掃除当番で起きたことだが。ん？バカちんめ、にわかに顔色が変わったぞ。皆まで言わずとも図星だな。 QED、 さっさと認めて楽になるんだ。ふふん。いいぞ、わたち。さっきの審問は特に冴えてた。宵の審問者の面目躍如だ。我が主もきっと喜んでいるはず。お、いたいた。ちょっといいかい、シャレム。冒険者、団長たち、わたちに何か用か？すみません。私たち、シャネムさんにちょっと、聞きたいことがあるというか、なんというかですね、最近、団員さんたちの苦情があって。苦情？何か問題発生か？やっぱり自覚なかったのか。お前の審問ってのが問題になっててよ。なぬ？被害者たちがビビってたぜ。誰にも言ってない秘密がバレたってよ。最近たまに聞こえてきた絶叫もバレて驚いた時のもんだったんだな。練習程度の審問だったわ。そこまで迷惑だったのか。まあ苦情といっても世間話というか、皆さん本気で怒ってはいませんので。でも、その審問というのは？ああ、審問は私のいわば職務だ。人間の心の奥底を暴き立てる。現在はチューブラリンの立場だが、以前は人間社会の統制のため審問で異端の目を刈り取っていたんだ。統制、異端、暴き立てる？創世紀の頃の話か。相変わらずちんぷんかんぷんだぜ。でもチューブラリンってことは今は無職みたいなもんだろ。なんでまたそんなことしてるんだよ。夏のせいだ。夏のせい？
うん。お前たちは平気なのか？甲板には直射日光が降り注ぎ、店内は湿気がムンムン漂って、さりとて氷を舐めすぎると腹を壊す。地獄だ。未来の世界は地獄だったんだ。故に私は尋問をする。秘密を暴き立てるとすっきりするぞ。わあ、こいつ迷惑すぎることを堂々と。要するにただのイライラ解消かよ。なんとか我慢できませんか？次の島まであとちょっとなので。ちょうど。我慢は体に悪い。ダダをこねるなよ。バカンスで留守番係にするぞ。ちょうど。私は留守番など。なぬ？バカンス？はい。私たちは今バカンスに向かってるんです。前に言ったの聞いてなかったのか？海で遊んだりする休暇のことだぜ。海か。確か見たことある気がする。泳いだことはありますか？尋問よりすっきりすると思いますよ。あれは持ってきてる？シロさんの出張販売で買った。布？この布は何だ？シャレムさんの水着です。さっきみんなで買ってきたんです。水着？海水浴とかで着るもんだぜ。大昔はそういうのなかったのか？どうですか？バカンス前にちょっと着てみませんか？シャレム、何を黙り込んでるんだよ。ああ、すみません。デザインがいまいちだったとか？ん？ああ、ごめん。別に不満はないぞ。ただ、この布は下着だろ？下着？だってほら、見た目がほとんど一緒だ。間違って買ったのでは？間違ってはないかと。水着というのはそういうもので。下着とは何が違っているんだ？違ってるのは、例えば、でも何が違ってるんだろう。本当に一緒のものだったり。待て待て、そこは認めちゃダメだろ。水着はちゃんと別物だぜ。一緒なのに別物。人間は不思議なことを考える。今も昔も下着は隠すものだが、海水浴では見せちゃいいものになるとは。というより今まであんまり考えたことがなかったです。社会通念の呪縛か。神の不在によって自由を得ても、人間の本質を迷える羊のままだ。空と星、水着と下着、この世界はどこに向かっているのか。意味わかんねえけど、多分違ってると思うぞ。なぬ？でも残念です。一緒に泳ぎたかったんですけど、無理に着るのも嫌ですよね。無理？私は平気だぞ。あわ？いいんですか？下着みたいで嫌なのかなって。さっきのもまた尋問だ。水着という現代社会の闇を暴いたんだ。そもそもセクシャルは悪ではないぞ。私は別に裸で泳いでもいいくらいだ。そう
ういうのは先に言えよ。へりくつこねて断ってるのかと思ったぜ。ではサイズが合ってるか試着ですね。そっちの部屋に大鏡がありますので。刮目するんだ人間たちよ。気軽にあがめて奉っていいぞ。さっきまで無関心だったくせによ。でもなかなか似合ってるぜ。とっても可愛いですよね。シャレムさん、鏡を見た途端一気にテンションが上がっちゃって。なるほどな。というか、なんでルリアも水着なんだ。さっき試着の時にシャレムさんが。ルリアのセクシャルにも興味が湧いた。お前のは試着型ではないみたいだな。おいおい、ルリアにセクシャルって。おっと、船の速度が落ちてきたな。次の島が近いってことか。始まりですね。甲板に行って見てきませんか。うん、行こう行こう。本当にテンションが高いぜ。いつもは落ち着いてるのによ。あいつの大昔の記憶ってのも海でなんか思い出せるといいな。ダメだな。こっちの浜辺の景色も曖昧だ。見たことある気もするが、頭に霧でもかかっているように。はぁ、あの集団は家族か。あの男女はつがいだろう。あの一軍は仲間か何か。冒険者、私のかつての仲間たち、あの旅の終着点はどこに。おい、シャレム、かき氷を買ってきたぜ。団長たち、褒めて使わすぞ。この青いのをもらおう。ソーダ味ですね。記憶の方はどうですか。何か刺激とか進展があったり。何もないぞ。かつて見た風景を見ることで何か思い出せるかもと思ったが、だが考えてみると当然だ。昔とは地形そのものが変わっていたり、ここには寄ってなかった可能性もある。ま、期待するのが間違ってたんだ。なるほどな。考えてみると確かに言えてるぜ。でも諦めるのはまだ早いぞ。さっき島民に話を聞いててよ。なんでも海の先の小島に大昔のままの自然が残ってる原生林ってのがあるみたいだぜ。原生林？はい、創世紀の風景かわかりませんが、ここよりは刺激になるかもです。気分転換も兼ねて
小舟で一緒に行ってみませんか？ん？なんだ？あんまり気が進まないのか？シャレムさん？あ、もう頭がキーンとしてる。はっちゃー、かき氷を一気に食ったせいだな。というか、痛がりながら食うなよ。ああ、今日はやめておきますか？なんたら奇病だ。だが私は原生林に行かねば。団長、責任を取って私をおぶるんだ。と。うわあ、相変わらず横着なやつだぜ。では、小舟の停泊所はこっちです。原生林、本当に見たことない植物ばかりです。動物も変なのがいるぞ。この自然が大昔の風景ってことか。うん、創世紀のものかどうかわからないが、私の知る生態系に近い気がする。ん？このフルーツは分かるぞ。ちょっと硬いが、かじると甘いんだ。この野草は茹でると香草になる。料理皿とかに添えたりするんだ。こっちのは多分なんだかシャレムさん、子供みたいに走り回ってますね。まあ分かる気もするぜ。ずっと歴史迷子だったもんな。この風景が心の刺激になって、記憶も回復するといいんですけど。団長たち、いいものを積んできたぞ。ほら、この花の蜜はとてもうまいんだ。蜂蜜のように栄養満点だぞ。わあ、見た目もとっても綺麗ですね。ほんとだぜ。おいら、先に飲んでもいいか？ちょうど小腹が空いててよ。いいやろ、腹持ちも抜群だぞ。さっきのフルーツに塗ると極上のおやつになるんだが、ま、順番に体験するのがいいだろう。創世紀の極上のおやつ、ぜひ体験させてもらいたいです。ふふん、いつもはお前たちに教わる身だが、ここではこの私が教える番だ。遠慮するな。気軽に畏敬の念を込めて質問するんだ。感謝するときも土下座とか省いていいぞ。ありがとうございます。ん？激辛？あ、Bさん、私にもちょっぴり。バカな。ということは、まさかさっきのフルーツも。
り、見た目は大昔と似てても、いろいろ変わってるってことなのか？残念です。創世記の風景とは違ってたんですね。はぁ、あ。ふん。バカみたいだ。ここでは私が教える番だなんて。この世界にはもう、私の知る景色なんてなかったのに。シャレも。あ、雨ですね。おっと、こりゃ夕立だぜ。一旦どっかに避難するぞ。うん。まるで天地が逆さまになったみたいだ。間一髪ですね。でも水着でよかったです。雨が降っても平気なので。うん、なかなか快適にできている。普段も水着で過ごすとするか。待て待て、その格好で船をうろうろする機会を、さすがにちょっとあれだろう。あれ？セクシャルすぎると言いたいのか？だが水着は見せていいものだろ？お前たちがおたちに言ったんだぞ。あははは。確かに私たちが言ったことですね。ふふん。口が達者なやつだな。でも本当にダメだぞ。水着で転んだりすると、あちこちすりむいて大変だぜ。転んだりするものか。私を誰だと思っている。団長、お前の権限で水着を義務化するんだ。夏は快適で、冬は忍耐力アップだ。はぁ？せめて冬は服を着ろよ。団員全員風邪をひいて。ここしゅ。お？すみません。体が冷えたせいか、ちょっと。おいおい、平気か？ちょっと体を温めねえと。団長、枝を拾い集めて焚き火をするぞ。ルリアはそこで休んでるんだ。私はあっちを見てくる。膝小僧をすりむいてるぞ。地面に何か落ちてたんだ。人間が捨てたゴミか何か。この樹脂は人間による加工品か。だがボロボロすぎて何なのか。髪留め。シャレムさん、落ちてたのがなんだかわかるんですか？この髪留めは、あの時の、あの旅の。はぁ、まるで天地が逆さまになったみたいだ。すべて冒険者のせいだ。少年の言った通り、あの時点で戻るのが賢明だった。このバカチンめ。何が探検は人間のロマンだ。巫女、私はこのままで別に問題ないぞ。先にお前が拭いて乾かすんだ。当然だろう。人間と違って雨なんかで弱るものか。おい、聞いているのか？
だが冒険者、ずいぶん遠い位置まで来たものだが、まだ旅を終えるつもりはないのか。確かにお前は旅の過程で人間社会に好影響を与えているが、我が主がいつまでお前を、お前たちを許容するか保証できないぞ。このバカチンたちめ、何を言っても無駄だったか。まあいいだろう、どうせそのうち人間の限界を知る。せいぜいあがいてみせるんだ。団長たち、私は何を。シャレムさん、急に黙り込んでぼんやり座り込んでたんです。どこか具合の悪いところとかありますか。どこも平気だ。お前の体調はいいのか。はい、ちょっとほこりで鼻がかゆいくらいです。でも、その髪留め、というのは、何だったんですか？ああ、これは。お？ナニャ見ろよ！いつの間にか雨が上がってるぜ！青空。